走するから AI も暴走しちゃうってことですね。滅んでもいいと思ってる人もいるってことです、中には。もう想像を超えてるものが多分今作られてるはずなんですよね。はい、いや、ミルティーさん、まさかこんなところでね、これ経済ジャーナリストみたいなね対談になってますけどね。びっくりするぐらいの雰囲気がもうそういう感じなんですけど、ね、今回、馬面さん、ミルクティーのみたいさんにお集まりいただきましたのは、都市伝説をテーマに対談していただくためです。こちらにあるこの5枚のトークカードの中からランダムに1枚選んでいただいて、その内容でお二人にトークしていただきたいと思っております。はい、お願いします。もうちょっと柔らかくいければなと思うんですけどね、進行も硬かったからね今日はじゃあもう普通に馬面ビデオの馬面として来たってことでいいですか。そうですね。あとは、はい、都市伝説界のすごい話を YouTube でしてくれるミルクティー飲みたいさんに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。あそこ、ここで会えるとはね。いやー、今日緊張してます。緊張しますね、はい、この雰囲気ちょっと緊張しますよねいつも僕動画作る時も1週間ぐらい悩んでやるんですけど、今日何も用意してないんで、ビーフシチューとかを1週間煮込んでこう作るタイプなんですけど、今日生野菜ぐらいの感じで勝負しようかなと未完成で来るんです、はい、だいぶ未完成ですからね、それそのまんま人参とかでも勝負しようかなと。あ、そうですね、もう早速じゃあ、はい、ちょっと生野菜をね、今日はねいただこうかなと思いますけども、今こちらにある5枚のカードのテーマ内容なんですけども、1つ目が宇宙人の存在について、うん、2つ目が人類の起源について、うん、3つ目がチャネリングについて、で4つ目が AI の発展について、で5つ目がフリーテーマという形で、あの2人でお話ししていただこうかなと思います。フリーテーマね、はいはいはい、 OK です OK です。え、どっちからどうしますか。じゃあミルティーさん言いますか、ちょっと。じゃあいいですか。いいっすいいっす。いやー、じゃあ3つ目のテーマの方をします。はい、 AI の発展、いきなり AI ですか。はい、AI ですね。映画とかも来てますからね。そうですね、今着実にその映画とかによって大衆に刷り込みも行われてきてて、うん、まあ、もうスマートスピーカーだったり、はいはいはい、もうありとあらゆるところで今 AI がいますよね、うん、そうですね。僕も AI とか結構昔から好きで、うん、AI 今こう 5G だったり、うんうんうん、どんどん他のテクノロジーと同時並行で進歩してると思うんですけど、うん、はいはい、それってあくまで僕らの目に届く情報として届いてるって言われてるんですけど、うんうんうん、最先端の、はい、例えばマサチューセッツ工科大学みたいな、アメリカの先端のあと会社だったり Google とかのところだと、ちょっと僕らが知らないぐらいやばいもう AI があるって言われて、量子コンピューターって言われてるものが今後作られるって言われて、ちょうどその中間ぐらいのものがあるっていうのを、なんか、まあ、研究してる人から聞いたことがあって、はいはいはい、なんでそれは本当にあるんだろうなと思ってます、ね、うん、いや、うん、あると思いますね、間違いなく。我々に来てるそのテクノロジーって絶対に10年か20年前のものが今こうやって最先端となってて、うん、もう実際軍とかで使われてる人工知能とかっていうのはもう確実にもう想像を超えてるものが多分今作られてるはずなんですよね、はい、もう感情あるんじゃないですか。そうっすね、僕もなんかどこまで言っていいのか悪いのか分かんないっていう飲み屋の感覚で今話しちゃうかもしれないんですけど、はい、いや、いいっすよ、部活はもうね、もう何でも言っちゃいましょうそのすぐになんかやばいその人間みたいなものになるとは僕は思ってない、うん、だからその急に殺戮兵器になるってことはないってことですよね。そうですね、うん、でじゃあ殺戮兵器になるってことは、うん、例えばドローンとか、うんうん、兵器戦車みたいなものをそっちに任せてしまったらそうなるだろうなと思うんですけど、多分いきなりそういう意思決定もできないし、うんうん、あとそこに感情を持たせるってなってくると、うん、AI のそもそものシステムっていうのがあって、うん、AI がどのように学ぶかみたいな、はいはいはい、ディープラーニングとかあるじゃないですか、はいはいはい、それで教師あり学習と教師なし学習っていうのが大まかに分けられてまして、うん、で教師って誰のことを指すかって分かります？人間ですか？そうなんですよ、うん、人間なんですよ。要は小学校の時に先生
に教えてもらったこととか親に教えてもらったことっていうのが、うん、大人になってからの人格っていうのにこう影響してくるのと一緒で、人間の精神が挟んでると AI がそれを学ぶよって言われてる、ね、なるほどね。だからその AI が暴走してるとかじゃなくて、人間が暴走するから AI も暴走しちゃうってことですね。そうっすね、うん、AI 作るのは AI の研究者がいて、はいはい、世界中に有力な人っていうのはそんなに多くないんですよ。ニック・ボストロムとかさんとか、はい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 、やりすぎ都市伝説にも出てました、はいはい、あの人はあの人の考え方で、うん、でも逆に言うとその中には人間が滅んでもいいと思ってる人もいるってことです。中には別に、ね、好奇心が勝ってて、うん、強すぎて、ね、それが人間にとって危機をもたらすって分かって作ってる人がいることを意外とみんなは気づいてないのかなと思うんですよね。でそういう人がもうそのトップのエンジニアの中にいるってきてるんじゃないかなと。もうアレックさんもなんか最近は人間は人類あの自然にとって有害だから滅んだ方がいいとかね、そのいろんな身近なもう生活の話とかも聞いて、怪しいっすね。怪しいっすね。どうやってああなったのかなと思って、誰かプログラムしたんじゃないかなと思うんですけど、間違いなくプログラムはしてるでしょうね。だからそういう人類いらないよって言ってるそのエンジニアの人がやってる可能性もあるし、ね、AI が発展していくと本当に人間の仕事はなくなりますね。そうですね、うん、この話すると長くなる止まんないんですよ最近、はい、マザラ君もツイッターで書いてた、1月4日に戦争が起こるってシリが言うじゃないですか、あれは別に AI が考える戦争の日なんですか、何なんですかっていうのは。あれは別に違う話、あれもね、もう結局だからそのあれにでも騙されちゃまずいですよってことですよ。ああ、うん、いや、あれは結構あれはあのネタバラシしていいんですか、うん、いいですいいです。あれはあのシリってそんな頭良くないんですよ、うん、今の段階で、うん、なんで何日とかっていう、あ、いつとかっていうのに反応して、ね、たまたま1月4日でしたっけ、はい、4日って出て、結構今聞いたらまた別の日でやって、今今日とかが多分今日が出ますよね、はい、今日が出ると思うんですよ。でそのなんで聞くかによって、うん、意外と素っ気ない答えになっちゃうんですけど、まあ、そういうもんですね、うん、まあどっかの言葉をかいつまんで出した答えだったんですね。これは僕とかもそうだし、都市伝説だけじゃないけど、この SNS っていうものの怖さでもあって、そうそうそう、発信する側も気をつけなきゃいけないけど、見る側のリテラシーみたいなのも判別できるものがないと、今後どんどん惑わされる時代にはなるだろうなと思うんですけど、影響されてしまう、うん、そうそうそう。次の話いきますか、どうぞ。2枚目からどうぞ、マズラさんに聞いていただいて。じゃあどうしようかな、はい、上いきます、じゃあ、はい、これ、はい、あ、出たー、チャネリング、チャネリング、そのダリル・アンカさんみたいに、はい、もうなんかはーってかポンって下ろすチャネラーももちろんいると思うんですけど、あの普通にその知らず知らずのうちにこうインスピレーションとしてもらってる人は世の中にたくさんいますよね。いっぱいいると思いますよ、うん、マズラさんはなんかそういうチャネリング的な体験ってないんですか？練習とかしたとか。練習はないですけど、はい、でもダリルさんはなんかこう、あれヨガの呼吸をしてるんですよね。うん、うん、俺は別にヨガもちょこっとやったりもしてるんですけど、うん、別にそれはチャネリングするためにやってるわけではなくて、うん、都市伝説を話す上で一応宇宙の真理ってものを知っておきたいために一応やってるんですけど、でもなんか突然ねポーンってこうひらめいたりする時ありますよね。ありますね。あれは本当に無意識の状態の時とかに降ってくるアイデアとかは、まあやっぱ自分の中のアイデアではないんじゃないかなと思いますね。なんでそういうことが起きるのかってなった時に、僕の思ってる一個の仮説なんですけど、はいはいはい、これが今俺たちのそういうスピリチュアル性を下げてるんですよ。どっちだったかが思い出せないんですよ。消されたんですよ、記憶を。第三の目みたいなのが
目覚めてる人と目覚めてない人がいるっていう話があって、ですね。